語り強制は強制の一形態で一方が強制によって利益を得るがもう一方にとっては強制によって利害が発生しない関係である。その他の強制の形態としては愛理強制、肩外強制、規制がある。語り強制という語はコメンスセルという英単語に由来する。またそのコメンスセルという語はラテン語のコムメンサに由来する。 語り強制の例として、臨床で獲物を襲う軍隊アリの跡をつけるアリドリや、おにき走りの例が挙げられる。軍隊アリのコロニーが臨床上を移動すると、様々な昆虫がそこから飛んで逃げる。軍隊アリの跡をつけていた鳥は、臨床から飛んで逃げ出した昆虫を捕らえる。この例では、鳥は、軍隊アリによって、利益を得る一方、軍隊アリにとっては、何の利益も害もない。 このような関係を語り共生という。また、人の皮膚上に寄生しているニキビダニと人の関係も、ニキビダニが一方的に利益を得る一方、人には利益も害もない語り共生である。ハエニツクダニヘンリ共生に含まれるものの中には、長期間依存関係が続くものから短期間の共生関係で終了するものまで様々な種類がある。便乗単に移動するためだけに、 ある種が別の種にくっつく関係。この例としては、昆虫にくっつくダニや、哺乳類やカブトムシにくっつくカニムシ、鳥にくっつくヤスデなどがある。この便乗は、必ず行われる場合と、環境条件次第で行われる場合とがある。着生別の生物を住みかとして生活するタイプの語り共生。木に着生する卵の仲間や、木のほらに住みつく鳥などが例として挙げられる。 変態共生より間接的な語り共生の種類で、ある種の死骸などを別の生物が利用する関係。例として、巻きの殻を利用する宿狩りなどが挙げられる。また、人と人の腸内細菌は語り共生であるとする考え方もあるが、広く認められるには至っていない。そもそも、利益を得ていない方の生物にとって、語り共生は害のない関係である。 という考え方を疑問視する学者もおり、単に愛理強制か、規制関係にあるのを見逃しているに過ぎない、という意見もある。例えば、着生植物が木に張り付いて生活することで、ホストの木が着生植物の葉に覆われて光合成率が下がる、ということもあり得る。もしそうだとすると、着生植物は、ホスト植物にとって、栄養を奪い取る盗賊であるとも言える。 この場合この関係は、肩外強制ということができる。同様に、肺にくっついて移動するダニは、ハエの飛行の邪魔になっているとも考えられる。ダニによって、ハエが飛行するのに余分なエネルギーがかかるとすると、これも、肩外強制と言える。ありがとうございます。